みっちゃんだ、まーちゃんだ、みっちゃんまーちゃんのものづくり探検隊。こんにちは。今日は上野にある松屋服飾刺繍さんに探検しに来ました。こちらですね、こちら、こちら会社ですね。創業明治7年の服飾刺繍さん、ちょっと探検しにたいと思います。はい、では突入してみましょう。こんにちは、こんにちは。うるさいな、なんだよ。ものづくり探検隊です。今日はよろしくお願いいたします。うちなの。はい、なんか他いっぱいんだろ。いやいやいや、もうここがいいって聞いたんで。じゃあみっちゃんがこれを刺繍してくれるらしいです。自力で頑張ってください。え、自力で、自力よ。なんで俺がやらなきゃいけない。頑張るぞ。おうこれなん、チャコペンってやつなの。チャコペン、あの布にこう引いてもこれ消えるんですか。うん、消える消える。昔からあれですよ、あの設計の仕事したの。こうやって図面引くときってこうやってね、鉛筆こうやって回すんですよ。なんで。そうするとね、あの同じ太さの線が引ける。へえー、そうなんだ、うん、動かない秋葉原のさ、先輩が食べるラーメンが食べたくてさ、肉汁麺進む。肉汁麺、うまそう。パールヨット印、ね、これ04紙。それで刺繍の糸なんですね。そう。演芸綺麗は盛り上がる。700種類ぐらい。すっげえ。ここから選んでもらって、まあそれ以外に金銀も使えるんでね。魅力はあの光沢だよね。光沢はね、非常にいい糸になってるんでね、刺繍すると映えるよね。すっごいでも綺麗、なんかもう俺の腕と同じような。うわはい、俺の名前ミノルって名前あるじゃないですか、うん、あれうちの親父がこう電話帳をめくりながら、こうはやんなかったけど電話帳を見ながらどんな名前があるかなーっつって、あ、これミノルでいいじゃんって決めたらしいですよ。あそしたら実っちゃったんだね。そうなのよ。いい意味でも悪い意味でも。うん。続きお願いします。はい、ね、これ実際に生地にはこういうふうにやっておいて、あ、どれがいいかなって選んだ方がいいかしら。この見本帳すごい。本当に近い同色系でいくってことか。うん。それを暗く持っていくか、ちょっと明るめに持っていくかでね。まあそれセンスなんだけどね。うちわじゃないよ。じゃなくて。うん、センスだからね。あ、私の大好きな金。もう金にはもう目がないからね、もうね。よだれ出てきちゃう。ああ、いいね、金は。じゃあこの3色でお願いします、はい。じゃあそれでやってみましょう。あの、麺固めって、油少なめでお願いします。ニンニクは入れますか？入れます、もちろん。野菜は？野菜は、マシマシで。マシマシで。はい、承知しました。食べ残しちゃうかもしれないけど。それお客さん困るんですけど、食べ残しは。きれいに食べてください。はい、わかりました。頑張ります。はい。これでもう下準備は終わったんで、今度は、刺繍の型、はい、データを作っていきます。はい。はい、では、データ作り。みっちゃん頑張ってね。え、やってくれん？やんないの？俺。あとは、手で縫うって方法もあるよ。手で縫うっていう方法と、そういうデータを作って機械で縫うか。なるほどね。あ、手で縫えばデータはいらないよと。うんうん、そう。どっちを選ぶかってことで。そう。でも、もう明らかにこれ完成度は、わかると思うけどね。いや、どっちがいいか。まあ、今回はデータに行くか。あ、今回はね。データ作ろう。うん、じゃあ今度はデータ作るのでね。わかりました。はい、じゃあ第1回目はこの辺で、はい、はい、では次回データ作りでまたお会いしましょう。はい、よろしくお願いします。バイバイ。バイバーイ。